皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。今季、2年ぶりの優勝を目指していたものの、残念ながら2年連続5位という結果になった。東京ヤクルトスワローズ、シーズンオフには早速、多くの選手を戦力外にし、来季に向けて準備を進めています。そんなヤクルトですが、26日にまさかの公示が、なんと、昨年のドラフトで1位で入団した。西舘晃太投手が戦力外通告を受けたのです。たった1年で異例の戦力外となった西舘投手、この件について波紋が広がっています。一体なぜ戦力外になったのでしょうか。また波紋を広げている部分は、今回はそんな西舘投手の戦力外についてご紹介していきます。吉木小学校、筑紫野中学校を経て進学した筑陽学園高等学校では、3年春の第91回選抜高等学校野球大会、夏の第101回全国高等学校野球選手権大会に出場するなど活躍していた西舘投手。高校卒業後は専修大学へ進学し、野球部では1、2年次までは成績を残せなかったものの、3年次に臨時コーチとして指導に当たっていた。同校 OB のチェイルウォン氏の教えを受けて才能が開花、3年秋のリーグ戦で最優秀投手に選出されました。東都大学野球リーグ2部、通算で11勝6敗、防御率 1.69 を記録し、この成績が評価され、2023年10月26日に開催されたドラフト会議にて1巡目で竹内夏樹投手の抽選を外した。東京ヤクルトスワローズから外れ1位で指名され入団。投手が不足しているヤクルトにとって、即戦力として大きく期待が持たれていました。しかし、今季の1月の新人合同自主トレーニング期間中に上半身のコンディション不良により別メニュー調整となり、ノースローでの調整が続き、3月になってからキャッチボールを再開。そのまま順調に進み、6月9日の埼玉西武ライオンズとの2軍戦で実戦デビューを果たし、1回を1安打無失点に抑え、見事デビュー戦を飾りました。その後も登板を重ねるも、最終的に1勝1敗、防御率 5.00 でシーズンを終えることに。1軍登板は果たせず、残念な1年目となりました。そんな西舘投手ですが、なんと今オフに戦力外通告に。ドラフト1位で入団した投手がわずか1年で戦力外になる事態となった今回、なぜこのような結果になったのでしょうか。実は西舘投手、9月にトミー・ジョン手術を受けたことが明らかとなっており、来季の復帰は絶望的な状況に。トミー・ジョン手術とは、損傷あるいは断裂した肘の内側側副靭帯の再建手術で、復帰まで1年半はかかります。現在は実戦復帰を目指してリハビリを進めている西舘投手。しかし、来季の復帰ができない以上、契約を結ぶわけにはいきませんし、その結果1年目で戦力外にし、育成契約を結ぶという結論に至ったようです。枠を開けるために仕方ないとも言えますね。ただこの決断は賛否両論となっており、多くの意見が出ています。枠を開けるためとはいえ、育成選手という枠の使い方がおかしいという意見も多く議論になっているようです。確かに育成選手というのは本来プロレベルではないものの、今後に期待ができる選手と契約することになります。怪我の調整の場で契約を結ぶのはどうしても違和感はありますよね。メジャーでは故障者リストという枠があり、そこで枠を開けて調整させる制度がありますが、日本ではその制度はまだなく、今回を機に実施してくれることを望む声も多く出ているようです。実際その方が選手としても球団としてもやりやすいでしょうし、かねてから議論されている部分なので、この件をきっかけに動きを見せてくれると嬉しいですね。このように1年目から怪我をしてしまい、期待を裏切ってしまった西舘投手。ただ今季1年目から怪我をしてしまい活動できなかった投手は西舘投手だけではありません。なんと昨年1位指名された12人のうち3人もの大卒投手がデビューイヤーに肘のトミー・ジョン手術を受けてリハビリ中なのです。2023年のドラフト会議で1位指名された大卒の3投手、中日の日下翔投手、阪神の下村海斗投手、そしてヤクルトの西舘投手がいずれもデビューイヤーにトミー・ジョン手術に踏み切る事態に陥ったのです。日下投手と下村投手に至っては
シーズンも始まらないうちに右腕の異常を訴え、1年を丸々棒に振ってしまっています。西舘投手だけならスカウトが悪かったで納得できるのですが、そうも言えない状況。少し前にはオリックスのムクノキ投手も1年目からトミージョンを受けて育成契約、この時も議論になっていましたね。一体なぜこのような状態に陥っているのか、大学日本代表を率いる慶応義塾大の堀井哲也監督に有望な大卒投手が揃って手術が不可避な状態となった要因について尋ねてみると、次のように答えています。私のような立場の人間が憶測で物を言ってはいけないと思いますが、現実としてあるいは事実として、投手の急速の高速化に伴い一昔前よりも出力が上がって肩肘にかかる負担が大きくなっているのは間違いないでしょう。またプロ野球 NPB のあるベテランスカウトが次のように語ります。もし担当した投手が1年足らずでトミー・ジョン手術を受けることになったら、スカウトとして当然ながら大きな責任を感じます。ドラフト前の段階で行われる面談などで、我々は選手の起用歴、現在に至るまでの故障歴や体の状態を尋ねます。気にするのは肩肘の状態に加え腰の怪我、腰椎分離症などですが、選手が不安を抱えていたとしてもあくまで自己申告ですから、隠そうと思えば隠せる。指名後球団が行うメディカルチェックで異常が見つかることはありますが、だからといって契約を見送るなんてことはできません。怪我の有無や危険性を見抜くこともスカウトには問われていると思います。肘にメスを入れることイコール投手生命の危機というイメージもありますが、ロッテの大エースだった村田兆治氏や巨人時代の桑田真澄氏の時代のように乗り越えた人もおり、必ずしも悪いことではありません。これまで800例ほど再建手術の執刀経験があり、プロ野球選手やアマチュアのトップ選手を幾人も担当してきた慶友整形外科病院の古島光三医師は、国内におけるトミー・ジョン手術の権威です。自身も幼少期より野球に励んできて、現在は中学硬式野球チーム慶友ポニーの代表を務めます。そんな古島医師は、メジャーリーグで活躍する投手の3人に2人はトミー・ジョン手術の経験者と言われています。術後の目安として全力投球の許可を出せるまでにおよそ8ヶ月かかり、実戦登板は最も早くて10ヶ月で可能となります。リハビリで柔軟性を高め、負担のない投球フォームなどを見つめ直せば怪我以前に近い投球が可能となる。東京ヤクルトの奥川恭伸選手のように保存療法を選択する投手もいるとはいえ、手術しても以前のような力を取り戻せることが実証されていることで手術に踏み切る選手が多いのです。とはいえ手術しないに越したことはないようで、もちろんそうです。靭帯を移植することによって 100% に近い肘の状態を取り戻すことはできても、以前よりも強い肘を手に入れることはできませんとコメント。肘の内側側副靭帯の断裂や損傷が突発的に起こることは考えにくく、幼少期からのいわゆる金属疲労が引き起こすケースがほとんどだといいます。靭帯の怪我は痛みが出てから対処しても遅いんです。幼少期から本人がケアをし、投球型にならないような指導者の配慮が求められます。ようやく2020年に軟式の学童野球では70球の球数制限が設けられましたが、今年ドラフトにかかるような選手はそうした球数制限のない時代に育った選手、過去に過度な投球をしたことが今になって降りかかってきている可能性はあります。こうした過去もあって怪我人も多くなったという今回、西川投手もある意味被害者と言えますね。この先復活が見込まれる西舘投手、果たしてこの先復活はあるのでしょうか。今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。